さて本日ご紹介するのはガードの北村豪輝選手です。こんばんは。こんばんは。早速なんですが、バスケットボールの魅力や見どころなどありましたら教えてください。バスケットの魅力はやっぱり、はい、コートが狭いんで、はい、やっぱ早い展開で点数が入っていくのと、うん、とダンクとかが外人がバンバンやるんで、はい、迫力があるところですかね。はい、なんか将来の夢とか目指しているものってありますか？将来は、はい、アメリカでやってみたいです。はい、はい、頑張ってください。はい、最後にキスナーの皆さんにメッセージなどありましたらお願いします。と会場独特の雰囲気とチェアリーダーとか飽きさせないような雰囲気作りがあるので、はい、ぜひ一度足を運んでください。ありがとうございました。ありがとうございました。